せいなんだ。小僧を盾にされたか。酒を飲んでるのか。ああ。酒はうまい。女もいいもんだ。俺は現実というものを初めて知った。義龍、潔癖なままで生きていけない。世の中はいいものと悪いもののごったにだ。強くなるためにそのどちらも食わればならない。相変わらず馬鹿正直な面だ。さっさとどっか行け。腕は落ちてないようだな。義龍、義龍、なんで強いくせにあの人みたいに相手をやっつけないんだよ。そしたらこんな目に遭わなかっただろ。あいつら悪い奴らじゃないか。ギリは大馬鹿だ。ああ、俺は馬鹿だ。大馬鹿だ。ギリ。座ってろよ。いいね。Thank you.
待ちどおさまでした。お待ちしておりました。良い子が揃っております。どうぞお品定めを。どうぞお入りを。これを。おお。これはなかなかの一品。明日も仕事だ。今夜は控えめに3人ぐらいにしとこうかな。なあ大文字。な、何者だ。俺たちは相当痛めつけてやったんですがね。ちゃんと川に放り込んできたんだろうな。それはもちろん。なあ。な。娘たち全員さらっていくとはいい度胸だ。警察を動かしてすぐに居所を調べさせろ。はい。ただし警察には手を出すなと言え。は。義龍は憲兵隊が処分する。しかしそれは。この俺にあんな恥をかかせたやつを生かしておけるか。承知しました。帰る。は。今日は大官が東郷の道場に乗り込む日だ。あの二人の戦いはぜひこの目で見ておきたいからな。はい。あいつらの博打は全部イカ様だ。